りなです。今回は、はい、質問コーナー返しでございます。わー、質問コーナー返し、たくさんの質問ありがとうございます。ありがとうございます。それでは答えていきます。はいはい、1つ目、ウィタン TV さん、みんな大好き、好きな友達5人お願いいたします。そう、学校の中で親友かな、ほのみちゃんとことこちゃんとゆいちゃんとあとさゆり、みゆちゃんときょうちゃん。かわいいよね。きょうちゃんって子がいいの。きょう、へぇ、ことこちゃんとほのみちゃんとみゆちゃんとはめっちゃね、いつも遊びよう。へぇ、だってこの前誕生日プレゼントもあげた。ハッピーバースデーって。仲いいですね。あ、じゃあ、マイカ。はい、5人お願いします。1人目がゆりなちゃん。おお。2人目がひめかちゃん。おお、ひめかちゃん、お嬢様っぽい感じやね。2人目が、3人目です。3人目がリアちゃん。リアちゃん、リアちゃん、4人目か。あれ、誰言ったっけ。あれ、ゆりなちゃん、ひめかちゃん、ひめかちゃん、リアちゃん、もえちゃん、もえちゃんと、あと5人目。5人目は、考え中、ちょっと待って、考え中でございます。考え中、考え中。あ、ジャスミンちゃん。え、ジャスミンちゃん、ジャスミン、ハーフ、ハーフ。あー、ね、めっちゃ名前かわいいやん。かわいい。ジャスミン、いいね。面白いよ。面白いんだ。面白いんだ。じゃあ、アリサ。はい、アリサは、違うクラスなんですけど、もちろんもちろん。学年ね、学年。学年下も上でも全然。はい、アリサ、一人目は、もう大親友のリュウちゃん。リュウちゃん。リラも会ったことあるよね。あ、会ったことあるよ。リュウちゃん、リュウちゃん。で、次がユイナちゃん。ほう。で、ミユちゃん。ほう。で、ミユ、ミユ、ミユちゃん。みゆちゃん、みゆちゃんの2人ね。2人おるとね。で、俺、考え中。クラスじゃない。あ、クラスじゃない。どうしよう、どうしよう。どうしよう。クラスにおったらどうしようやろ。あ、2年生のペアでいいですか。はい、キサキちゃん。キサキちゃん、キサキちゃん、珍しいな。北から読んでもキサキ、上から読んでもキサキちゃん。はい、次、ゆなお願いします。はい、ゆなは、一人目がかえのちゃん。かえのちゃん、かえのちゃん、みんな珍しい子。で、二人目がゆりなちゃん。ゆりなちゃん、一緒、一緒、一緒。で、三人目があさちゃん。あさちゃん、あさちゃん、あさちゃん、あさちゃんみたいな。で、4人目があやねちゃん。あやねちゃん、あ、あやねちゃんね、かわいいね、名前。で、5人目がまつりちゃん。まつりちゃん、まつりちゃん、まつり、あ、でもまつりちゃんってよく聞くから名前。へー、漢字はあれ、まつり、わっしょいわっしょい、そっちじゃない。あ、違う、さすがに。それじゃー、それじゃー。じゃあ次のコメント言ってください。すごく多かったからまとめて言うけど、身長、学年、誕生日を教えてくださいっていうのが多いよね。多いので、身長、学年、身長、学年、誕生日は、りなからいきましょう。はい、身長、学年、誕生日、はい、138センチ、4年生、2月7日りーな、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 りーな。2月7日誕生日、マイカの身長は142センチ。お、結構伸びた。伸びたね。伸びた。で、学年が5年生で、誕生日が2月28日。覚えたよ、8日。おお、リナの、リナと近いね。2月って結構多いよね。アリサは、学年、あ、まずあれか、身長、身長は147です。お、伸びたね。で、8か7か分かんない、最近測ってない。で、で、体重、体重、体重は NG、 体重は NG。 身長は147、誕生日は3月28で、マイカちゃんと1ヶ月が28一緒で、幼稚園です。違う、学年は6年生なんですけど、よく
背が小さいからお母さんからね、4年生って言われる。なんかちょこちょこしたもんね、ありちゃんね。喋り出したら止まらんしね。可愛いよ、そういうところ。6年生だよ。6年生。はい、次。身長が157cm。可愛いな。で、学年が6年生で、誕生日が当てる7月14日。違いました。12日です。はい、です。覚えてね、覚えてね。はい、次。はい、はい、葵ちゃん、葵ちゃん、6000人突破おめでとう。ありがとうございます。質問です。TikToker で好きな方は誰ですか？じゃあニナからいく。ニナちゃんから。私はネオちゃんとリカリコちゃんで、リカリコさんです。安定の、安定の。失格しちゃった。でも、はい、どうぞ。ネオちゃんと、あとおさきちゃんとみなみちゃんが好きです。はい、アリサはネオちゃんとおさきちゃんとひなたちゃん。ああ。はい、ゆなはひなたちゃんとネオちゃんとさくらちゃん。ああ、さくらちゃん好き。やっぱみんなネオちゃん好きだね。ネオちゃん大人気。かわいいもんね。かわいい。ケベラケベラテラベラツッツッタンタン。いや、みんな真顔で見るという。はい、次は次。マイマイボーヤ1978ちゃん。ボーヤ。みんなの好きな服のブランドは何ですか？好きな雑貨のショップはどこですか？注目しているコスメは何ですか？どのスクイーズブランドが好きですか？今ハマっていることは何ですか？好きな 3DS ゲームは何ですか？どんなおもちゃが好きですか？待って待って、ちょっと待って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 、1個ずつや、全部忘れろ。よろしくお願いします。質問に答えてくれたら嬉しいです。私はアリサちゃんとイナちゃんが好きです。応援しているので頑張ってください。ありがとうございます。だそうです。じゃあまず、みんなの好きな服のブランドを。はい、はい、じゃあユナからいく。はい、はい、ユナの好きなブランドはピンクラテです。あはい、アリサの好きなブランドはいろいろあるんですけど、はい、でもね、一番はマルキョスーパー、スーパー、どうしようかな。どれにしようかな。好きなのいいよ。何個でも。ジェニーです。100、あ、違う。何？100っていうブランドがあるの？間違えた、間違えた、間違えた。100均、100均、100均の方がいいんだ。100均もいいよね。間違えた。ジェニーさんとピンクラテさんです。おー、一緒。リナはピンクラテさんとジュエルナさんです。あー、ジュエルナ。でも最近ジュエルナさんの服は履いてない。持ってるね。けど、可愛いよね。大人らしい。大人らしい。クール系よね。はい、次。好きな雑貨のショップはどこですか？雑貨のショップは…どうしようかな。どうしようか。雑貨。C&C さんです。おー、はい。アリサはガールズハウスさんと、あとツタヤ、あの本屋さん。あ、知ってる。本屋さんなんですけど、うん、めっちゃ文房具だね。あの、なんか、あの借りる本と、うんうん、あるんですけど、うんうん、買えるんですよ、うんうんうん、それもある、うんうん、あと、百均さんも、うん、結構いいのあるよね。はい、マイカはスリーコインズさんです。あ、あはい、私は C&C さんです。一緒。一緒。そっか、雑貨ってルールあるんだ。じゃあ次、注目しているコスメは何ですか？ある人。はい、注目しているコスメ。コスメ。はい、じゃあマイカ。え、コスメですか？ブランドじゃなくて。ブランド、ブランド。あ、ブランド。エチュードハウスさんの、何だっけな、エチュードハウスさんと、うん、キャンメイクさん。あ、アリサ。はい、はい、アリサはエチュードハウスさんとキャンメイクさんなんですけど、今東京の5000円企画で、今じゃなかった、東京の5000円企画でエチュードハウスさんに行った時にドーム型のチークを見つけて発見して、それを買いました。今持ってるよ。かわいいよね。それがおすすめっていうことね。おすすめ。 OK です。じゃあ今ハマってることは何ですか？今ハマっていること…ムムムあ、ムムムどうせよ、いろいろあるんですけど、はい、
はい、どうぞ。今、スクイーズのお部屋を作ってることがハマってます。スクイーズ、上のスタートがすごいよね。あ、後ろだね。他、ハマってる人。ハマっていること。ハマっていることは…ハマっていること。あと一人ぐらい行こう。はい。はい。美味しい飴集め。美味しい飴集め。へえ、楽しそう。うん、楽しいよ。次、好きな 3DS ゲームは何ですか？はい、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 あー、アリサ、どうした？テレパシー、テレパシー。 3DS の何やねん。カセット、カセットなんですけど、おしゃれのカセット。あ、ガールズコレクションみたいな。あ、そう、ガールズコレクション、コレクション。あ、それリナハマってる。ファッションを勉強とかできる、勉強できるアプリ。はい。で、3DS ってあれやろ、カチ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 。そうそうそう。はい。あんちゃん、リナ。はい、私はリズム天国と、あ、持ってる。友達コレクションかな。リズム天国、あれ友達コレクション。え、友達コレクションって何？ポケモンみたいに捕まえる友達。違う違う、なんか友達のやつを作る。そう、友達を作って、自分がそのキャラクターの大好物のものとかあげたら、なんか踊っていく。あの、あれですよ、奇跡会もできるよ。動物の森のような人間集めってこと？怖い、怖い、怖い、怖い。いや、なんか、そういう、なんだろう。で、リズム天国は面白い。なんか、いろんな感じのリズム感もね、取れて面白い。あー、音楽ゲームみたいなね。うん、それに合わせて、タン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 ってやつ。面白い。はい。あ、どうぞ。はい。今ハマっている 3DS のゲームは、あ、マリオブラザーズです。あー。マリオブラザーズ？チャンネル登録者数6000人おめでとう。ありがとうございます。いきなりですが質問です。一つだけ願いが叶うとしたら何をお願いしますか？どうしよう、どうしましょうやろ。一つだけあるよ、あるよ、あるよ。はい、どうぞ。身長が150以上いきたい。あー、わかる、わかる、わかる。一つだけだよね。一つだけか。じゃあ、アリサは自分の思ってることがすぐ実現できるような。あー、なんか何でもできるやん。あ、これ欲しいなって思ったら、なんかそしたらポンって言ってくれる。一つの願いで。そう、そういうおまじないっていうか、あの、もう、杖みたいな、そういう人体能力。人体能力、超能力。そう、魔法みたいな感じね。魔法も使えるようにする。あ、確かに。使えるようにできるようになってほしい。でも最初なんか失敗が続いてる。じゃあ今、はい、魔法で叶うとしたら、はい、唱えて。全部行くの。何が出てくる？あ、そういうことね。どうしようかな。どうしようかな。じゃあ、イエーイ、出てこーい。ビリビリビリ。魔法。なんでビリビリビリ。全力だね。ビリ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 。ドラえもんの秘密道具が欲しいです。ああ。ドラえもん欲しい。そう、ドラえもんを読みたい。え、それでしよっかな。ドラえもん。あの、ふん。後ろにドラえもんがいます。え、ドラえもん。なんか声変動だよ。ないな、のび太くん。いや、私たちも苦しんどる、のび太くん。はい、次。はい。Nマーサちゃんかな。はい。いっぱいあるんですけど、好きな食べ物と嫌いな食べ物は。はい。嫌いな食べ物。はい、はい、どうぞ。好きな食べ物はいちご、いちご飴。おお、いちご、いちご飴。で、嫌いな食べ物はありません。おお、すごい。え、ピーマンとかも？前ね、あの、ピーマンとナスが嫌いだけど食べれるようになった。えー、大人。あるんか。枝豆。違う、学校の枝豆。家のは食べれる。学校のは食べれる。何が違うの？味。なんか、塩気ないのと、塩がない。塩がないのと、いや、一緒。生味が。あれ何が違うじゃん、ね。わからん、わからん。じゃあ、はい。はい、どうぞ。好きな
は野菜。野菜ね。見てる。野菜ね、ほとんど食べれるようになった。偉いでしょ。嫌いな食べ物は、生魚。で寿司ダメ？サーモンはいけるけど、でもね、焼き魚は食べれるよ。焼いとけ。でも生が無理。マグロとか。やけお寿司とか食べに行った時とかは、まあサーモンはまだ食べれるけど、サーモンとかエビとか卵。せっかく日本人に生まれたのに。あれさ、あれこの前食べとったよ。なんで？だってあれさ、おばあちゃん家がね、海に囲まれとけ、マンジュあのマッチの時は。ってなるよね、普通ね。はい、じゃあ次。はい、はい、どうぞ。好きな食べ物はチョコレートといちご。いちご一緒。甘いけん美味しいよね。嫌いな食べ物はありません。おお、さすが6年生って言ってさ、密かに言っとるやね。実は、はい、アリサ。はい、アリサは好きな食べ物はみなちゃんと一緒でサラダが好きです。だから焼肉屋さんもサラダだね。あるよね、最初じゃないけど。焼肉屋行かんねんやんな。家で、家で。そして嫌いな食べ物は無です。あ、びっくりした、無、はい、何もない。あ、無っていう食べ物かな。無ってなんで。じゃあ好き嫌い少ないんだね。うん、あまりない。嫌いが少ない。そうなんだ。で、これもう一個ね、面白いのがあった。学校ではいつもどういうキャラ。どういうキャラ、はい、なんかみんなを明るくさせる。元気キャラってこと、はい、ネタキャラ。いや、なんかこうずっとこう笑わせるんじゃなくて、こう面白い、なんかこう明るくなるような、こう、あ、そう、なんかギャグを言うかと思って。そういうかと思った。なんか、トンガ吹っ飛んだ、わーみたいな。そういう明るくなる。普通にこう自然に行ったら明るくなる。イエイイエイイエイ。なんかこう一緒に遊ぼうよ、イエイイエイ、みたいな。まあ電球みたいな存在で、電球電球。みんなこう元気で、トチアンコのとこで。じゃあマイカ。はい、ね、みんなからは面白いキャラって言われる。そうなんだ。天然俺的なマイカのイメージは、学校に着きます、レッドカーペットが敷かれます、バラが飾られます、ごきげんよう。男の子がこうこうしてこうやってお嬢様ってみたいな。じゃない。違う。あ、俺の勝手なイメージか。ババババってみんなが、どういう感じ、どういう感じ、どういうキャラ、どういうキャラ、普段どんな感じ。普段じゃあ学校キーコーンカンコーン、ねえねえみたいな友達に行く。何、どうすんの。あ、なんもない。なんもないんかい。どういうキャラですか。え、自分で思う。うん、そうそうそう。え、どうしてどういうキャラ。いや、わかんないよ。聞かれても。なんかおとなしいとか。あ、おとなしくはない。元気だとか。おとなしくはない。もう友達と話すみたいな。あ、なんかこうグループがあって、仲良しグループがあって、あ、そこに行くみたいな。あ、じゃあそういう系じゃん。元気系かな。元気系。あ、じゃあアリサ。はい、アリサは何言うっていう感じ。あ、言ってたね。おとなしい。おとなしいと。え、おとなしい。嘘やん、嘘やん。でも、ね、教室の隅仮面かぶってるらしい。ティアラではめっちゃ入ってる。全然違う。教室の隅でこう。学校では出さない。そのこのキャラを。確かに学校に出したら大変なことになるかもしれない。けどティアラの時は一番はちゃけてる。このキャラを出したら。出さない。出さない。嘘やん。普通に。なんか窓の隅っこでこう本読んだりとか。え、かわいい、かわいい。で、あやさん、本、あの、図書室にずっといる。え、まぁ、今本読みよったら来てくる。そう、本好き。まあ本を読むことはね、すごくいいことですからね。みんなよく多読書。あの、100ページとかのしか読まん。すごいじゃん、100ページ、すごいじゃん。結構、うん、十分だよ。持っていった。はい、じゃあ、ゆな。はい、ゆなはこう、おバカさんキャラというか。ああ、わかるわかるかも。まあ、いつもの感じな。この、こんな感じです。こういう感じね。そう、面白いよ、面白い。次、りかこちゃん。はい、6000人突破、おめでとう。ありがとうございます。質問、みんなに質問一つだけいくね。はい、はい、好きな教科、嫌いな教科は。じゃあ、はい、はい、好きな教科は音楽です。で、嫌い、なんか
嫌いっていうか苦手なのは、算数。算数ね。体育もね、好きな方で、あの音楽ってレコーダーか歌どっちが好き？歌。歌ね。なんか歌歌うの好きだからこうレコーダー難しい。ピピピじゃん。じゃあマイカ。ピピピ。はい。好きな教科は体育、音楽。体育。体育やね。体育、音楽、それぐらい。で嫌いな教科が国語。だけ。あ、国語家庭科。マイカが家庭科嫌いなのショックなんだけど。リナはリナ料理クラブ入ってる。あのね、あの布あるやん。あ、裁縫系。裁縫系が苦手。料理は、レッツクッキング。レッツクッキングが好き。え、リナ家庭好き。得意。あのね、そう。ね、普通。家庭科は普通やけど。はい、アリサ。はい、アリサは好きな教科は。好きな教科は音楽と図工で、苦手な教科は社会。社会も苦手。あ、でね、あいつ学校でね、高の時もあればなんかクチクチクチっていう時もある。学校あるなんかどういうことってね、しちゃうと、あ、ちょっと構ってほしい時に、うん、そういうのはある。なるほどね。これもあればこれもある。はい、次。好きな教科は体育、図工、音楽、社会。おー、4個。すごい。すごい。社会好きなの。図工の工作系が苦手。やばいな。嫌いなのは？嫌いなのは、なし？いや、理科と算数が嫌いです。理科は？理科ね。最近社会。算数はさ、真実はいつも一つって言ってね、間違えた時に、あれ？これが何ですかね。じゃあもう一個いこうかな。はい、YouTube をしていて良かったと思うことありますか？はい、ある人。はい、アリサ。はい、アリサはちょっと前なんですけど、この言ったかな、言ったと思う。でも言ってないと思う。話しかけるアリサちゃんですか？握手してください。聞いたってよ。いいな。確かに。じゃあある人。はい、はい。お、みんなの。じゃあリナからどうぞ。はい、料理クラブで初めてやるときに同じ班になった子がティアラチャンネルを知ってくれてて嬉しいってなって、しかも5年生の流行りでティアラチャンネルだよみたいな、なんか5年生でなんかティアラチャンネルをよく見てくれてるって言ってくれたの。おー、嬉しい。あ、次。はい、マイカ。はい、2つある。あの、階段登るじゃないですか。登るね。したらあの6年生とかが、うん、みたいなとか、6年生が教室に来てくれると会いに。へー。あ、なんか休み時間こう見に。そう、会いに来てくれてんの。マイカちゃん。そう、マイカちゃんって来ると。へー、すごい。いいね。それとあと視聴者さんとかねが見てくれてること。おー、うん、いいこと言うね。はい、あと1個あった。欲張り。あくせくせーと、あとですね、そのティアラチャンネルしてることで話がはかどるんですよ。はかどる。トークが上手くなったってこと？違う。あ、わかった。友達との関係が良くなった。まあ、確かに友達ともっと仲良くなれた。あと、もたくさんの人と話すことが多くなった。おー、なるほどね。あと、いい話。まだこれかっこいいよ。お、いくよ。そんなに、そんなに。すごいかっこ悪いんですけど。オッケー。あと1個。はい、はい。視聴者さんに巡り会えたこと。かわいいわ。なるほどね。はい、次は。はい、はい。入ってきた時ちょっとしずかって感じだったけど、やって
やり始めてからめっちゃ明るく元気になった。新メンバーの時、新メンバー初めて、初めての時ね、一緒に入って真面目でこうさ、頭にさせてるのユナです。いないんだよ、ユナです。もういない明るくなった。もう一個は、で、もう一個はこう、他の学年と廊下で、学校で廊下ですれ違った時に可愛いって言われる。ありがとう、可愛い、可愛い、ユナちゃんだみたいな。よくのこと言うかもしれない。あ、ひなちゃんが来てる、よく可愛いじゃなくて。あ、違う違う。あ、違う。ひなから可愛い。なるほどね。まあいろいろあるんですね。はい。あ、じゃあ次。はい。あんちゃんさん。あんちゃんさん。あんちゃんかな。あんちゃん。みんなスキンケアとかしてますか？してたら何を使ってるか教えてほしいです。だそうです。はいはいはい。はい、どうぞ。はい。リナから行こう。はい、洗顔はビオレさんの洗顔使っています。それにね、ベビーオイルをこうつけてこうやってね、めっちゃいいね。めっちゃ肌がね、綺麗と、そう、ツルツル。で、化粧水はハトムギの化粧水。あれよ、あれ、安いし、お手頃だから、こう、いいよね、しかもいいよね、すぐに結構入ってます、はい、次、はい、マイカは、化粧水は、化粧水と乳液は、ハトムギさんを使ってて、で、パックは、韓国の、あ、韓国行った時に大量に買って、それを使ってる。はい、アリサはこの2人と一緒でハトムギエキス配合の美容水を使って、夏にはそれを塗ハトムギ塗った後にニベアのニベアさんのクリームを塗ったら美白効果になるからそれを夏にはしてます。いいよね。で、あと足のケアとかはニベアも塗るんですけど、お風呂に入るときに石鹸の中に砂みたいな、え、砂、砂じゃない、スクラブ、そう、スクラブが入った石鹸を使ってます。砂、砂、使ってます。まあまあ砂っちゃ砂やな。なんか塩みたいな、ちょっとこう透明の塩、透明の塩、透明の砂、塩、白い砂、はい、白い砂。はい、じゃあゆなちゃん、どうぞ。ゆなは洗顔を、洗顔でマシュマロホイップを使ってます。ビオレの、はい、ビオレ、はい、いや、はい、はい、ビオレです。なんか名前みたい。あの、キャップが緑色の、うん、わかる、プシュプシュプシュ、あ、プシュ式、それ使いよる。え、プシュ式の方がね、そう、大量に入ってほしい。泡が最初から出てくるけん、いいよね、こうやってして、はい、時短、時短、気持ちいい。はい、次、はい、乃木坂46さんですね。おお、お、りなちゃん大好き、ありがとう。みなさんに質問です。はい、はい、みんなの好きなドラマは何ですか？好きなドラマ、採用してくれたらとても嬉しいです。みんな大好き、ありがとう、ありがとう。ドラマ、ドラマ、好きなドラマ、好きなドラマ、前にあった全然よ、好きなドラマ、あー、どうしよう、びっくりした、好きなドラマ、好きなドラマ、まず今考えとる、ドラマってさ、めっちゃあるよ、はい、どんどん行こう、好きなドラマ、好きなドラマ、はい、リーナから、はい、最近あった今日から俺は一緒一緒一緒、面白いよね、そう、はい、マイカ、前にね、あったんだけど、あの、石原さとみさんが出とる、言ったっけな、ごじくじ、こういうつかある、あ、そう、こういうつかある、あ、あれ、おしゃれやん、あれをね、見て、なんかね、なんかね、なると気持ちが、高ぶる、しかもファッションがおしゃれだからね、ファッションがおしゃれでね、それを真似したくなると、はい、アリサは前あったギボと娘のブルース、あと今日から俺は、で、海外のドラマを、ドラマっていうか物語を日本の人が吹き替えしたサンダーマン、おー、一緒一緒一緒、面白いよね、あれ、さ、キャ、キャ、サ、サム&キャット、サム&キャットが好きです。はい、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 どうぞ。ユナはドラマは今日から俺はやっぱり今日から俺はだと、あとアリサちゃんと一緒で海外のサム&キャットとサンダーマン、やっぱ海外ってね、面白いよね。はい、次、はい、幼いエミちゃん、 はい、お互いのいいところ3つ、お
じゃあ6年ペアと5、4ペアでお互いのいいところを3つ。じゃあ、ゆなが、アリサちゃんのいいところを3つ、ね、じゃあ、こっちから。じゃあ、はい、いいですか。どうぞ。マイカちゃんのいいところ1つ目は、かわいい可愛い、メイクが上手、おしゃれ、あと3つ。あ、お見ついた言ってた。です。はい、マイマイは、リナちゃんのいいところは優しいところと、しっかりしてる。あとね、3つ目がおしゃれ。はい、リナちゃんのいいところは背が高い、あとはメイクが上手、似合ってるね。あ、今2つ目よ。うん、最後はね、もういろいろありすぎるんですけど、それをまとめて言うと私も足が長いでいこう。手足が長い足が長いです。お、はい、はい、アリサちゃんのいいところはまず1つ目が涙袋が大きくてかわいいかわいいかわいい、うん、で、2つ目がおしゃれ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 、照れるね照れるね。で、3つ目がダンスやウォーキングがうまいいいところ持ってるね。です。はい、はい、お互いいろいろいいところがあります。もっとね、たくさんある、ね、多分、うん、もう、あ、いっぱいあるよ、いっぱいある。はい、次。はい、まあ、質問ではないんですけど、嬉しいコメントなんで読みます。はい、名前がウケる。毒まんじゅう毒まんじゅうでもアイコンはね、ちびまる子ちゃんっていう。あ、かわいい、かわいい。チャンネル登録者さん6000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。初期の頃からずっと楽しく拝見しています。ありがとうございます。これからも応援しています。お疲れ様です。かわいいだそうで。ありがとう。すごいね、初期の頃からね。ねえ、まあ、毒まんじゅうってのがウケるけどねそこそこそこ、なんで毒まんじゅうになったんだろうなっていう。教えてね。よかったら教えてください。教えてね。コメント、コメント。あ、おまんじゅうを食べようとしたら腐ってた毒が入ってた。さあ、毒はだって。テラチャンネルをアニメ、アニメでそういうの。お腹すいたなー。あぶ、毒が入ったなじゃあ次、はい、ポンポンタちゃん。お、ポンタちゃん、いつも見てるよ。ありがとうございます。3番目、はい、最近の口癖は。最近の、あ、はい、はい、どうぞ。学校でなんですけど、友達と一緒にだねだねだね、だねって言っています。あ、言うね、言うよ、言うよね。だね、ママ、だね、だね、だね。え、けど、はい、はい、けど変わらんけど、マイマイねが口癖。あ、マイマイね。あ、言うね、マイマイね。なんか呪文みたいだよね。マイマイね、マイマイね。はい、はい、はい。で、ティアラで言ってるのは、アリサね、アリサねっていう。あ、言う、めっちゃ言ってる。聞いてください、聞いてください、アリサね。いやいやいや、聞きます、聞きますみたいな。一番多いね。はい。じゃあ、いいな。友達と一緒に、昼休みとかにね、こう、冗談で、なんなんだよ、だよってこと。なんなんだよって押し合うとか言ってたよ。こうやってなんなんだよっていうこと。へぇ、ほじめレーザーが引いてる。へぇ、めっちゃ。はい、リナ。はい、リナは友達が話してる時にずっとへぇ、そうなんだってちょっとこうちゃんと聞いてるって言ってちゃんと聞いてるよって全部言ったら聞いてるんだみたいないつもなんかちゃんと聞いてるのみたいな感じになる。こう、リナはなんかリナあれやね、あの博多弁が強いよね。うん、なんとかバーイ、バーイとか、あ、こうやってするよく。なんとかバーイ、隣のバーイって言って。お母さんがよく使ってるのかな。なんやろ、自然とバーイとか。バーイ、自然とバーイ、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 なんとかバーイって言うよ。バーイが多いよね。じゃあ、もう一個ね。休日は何してる。休日ははい、はい、はい、いいよ。ゴロゴロしてる。もう聞きたくねー。はい、習い事行ってる、ほとんど。あ、塾やろ。塾じゃない。歌ね。あ、歌ね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 。あ、いいな。はい、二つあって、半分ゴロゴロしてテレビ見て、半分分かった。妹のお世話。え、違う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 。半分、もう半分は友達と遊んだり。へぇ、アクティブやもんね。うん、はい、はい、はい。アリサは
YouTube の練習で iPad で自分で撮って「ピッはいアリサです」って言って動画を練習してます。あ、言ってたね。努力してんだね。あとあのピッてしてダンスの練習する。あ、するするする。こうやって見てするね。あ、バイバイ。ダンスの練習する。なんか大音量で聞きたい時に、うん、そうそう。でさっきのカーテンをブワッて開けて、夜になったらねブワッて開けて、あ、バイバイ。そこのあの鏡で反射、あ、違う、ドアの反射でダンス練習する。うん、する。夜にね、お風呂上がった後にストレッチする時に、開脚する時にどんだけ開いてるかが分かる。あ、見る。あ、じゃあみんな努力してるんですね。はい、頑張ります。はい、次いきますね。はい、いちごちゃん。いちごちゃん、まあマイカに対してなんですけど、マイカちゃんってジェニーっていうイメージがあるだそうです。あ、あ、いつもジェニー来てる。最初はジェニーやった。うん、そこのとこドゥなの？ドゥ？え、なんで？そこのとこドゥなの？どうなの？最近どうなの？みたいな。最近どうなの？来てます、来てます、来てます。これジェニーやっけ？おお、本当だ。ジェニーやったっけ？え、なんかレプティア？違う、わからん、わからん、わからん。まあでも今でも来てる。ジェニー、ジェニー、ジェニー来てますよ。じゃあ好きっていうことね。バックとかもね。うん、ジェニー。あ、じゃあ次、はいはいはい、シマ&ラテラブチャンネルさんだかな。チャンネル登録者数6000人おめでとうございます。ありがとうございます。早速質問しちゃいます。はいはいはい。多いので一つね、多いので、好きなディズニーキャラは。はい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 、言っていい？どうぞ。選べれないから全部。うん、全員、全員、でも特にベルが好き。あー、はい、ラプンツェル。あ、はい、ラプンツェルとトロールズ。あーの一番ポピーちゃんです。かわいい。はい、はい、あ、はい、アリエルとラッピーです。あー、かわいい、かわいい。もう一個ね、これいいかも。今の時期年末にやることは。年末ってどこ？年末ってどこって。年末って何ですか？12月、今年が終わるよっていう時に、あ、大晦日かやること。そうそうそう。はいはいはい、じゃあこっちから行こうか。ずっと年末、うん、やること、やること、大掃除。うん、ね、大掃除手伝いたくないのよ。張り切って頑張ってます。おりゃー、やるぞ。おばあちゃん家に行って12時まで起きとく。ああ、それだけ。なんかお雑煮みたいな食べ。あのね、いとこが全員集まって、あの腕相撲とか対決とかする。あ、あれだ、年越しそばだ。それで、それで、それで、こう腕相撲して勝った人には500円ずつっていう。いいなー。はい、アリサはですね、お餅を食べたいです。食べます。食べますよね。あと、そば。あ、確かに。おそばね。あとね、カウントダウンするよ。あ、するするする。4、3、2、1、0。あげまして、おめでとう。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ハッピーハロウィンじゃない。ハロウィンじゃないと。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。ハッピーニューイヤーって。ニューイヤー。新しい。新しい年。おお、発明すぎる。賢くなったね。ピッカー。何飲みだろう。ハッピーニューイヤー。はい。年越しするときは。やることね。あ、やることは、お餅をいっぱい食べて、おせちをいっぱい食べる。あ、え、おせちって年明けじゃない？え、あ、そっか。え、1月？年末に食べるの？年末に食べるの？分からん。いや、年末に食べる。アリサは、お正月に食べる。うん。お正月が終わっ、あの、終わってじゃない。お正月の時に、おせち料理食べて、うん、それで、お年玉もらう。あー。陰でこそこそ、お正月の、この週、休集計。じゃあもう一個ね、はい、年末に見る番組は。年末に見る番組、はい、紅白歌合戦。ああ、見る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 。他は、はい、笑ってはいけない20。あ、見る見る見る。めっちゃ面白いね。自分のことめっちゃ笑ってしまう。他は、ゆなちゃんと一緒。24時間ゆなちゃんと一緒。あ、パラリンピック。あ、違うか。4年に1回だ。すいません、映像が乱れております。すずちゃんかな、はい、オーディションで
気をつけていることは何ですか？はい、はい、背筋ピーン、背筋ピーンと髪の毛シュッ、髪の毛シュッはい、はい、アリサちゃんと一緒なんですけど、背筋をピーンってして、その前日には、前日っていうかね、前の時にはオーディションがあってますよっていうやつで、部屋で練習してる。緊張感を持つことね。お母さんがね、これ、はい、はい、笑顔、うん、一緒それ笑顔、やっぱね、笑顔がね、ないとね、うんって怖いですよね。あと、自分が言った後に安心せんでね、人が言った時にね、もうずれてるからね、うん、うんって感じで言ったり、他の人が言ってることをなんか全部聞く、なんかさ、うん、そうそうそう、こうやってピアノ優しい方もさ、変わりやすい、ファーストイメージやったっけ、そうね、第一印象を大切に。みんなの好きな有名人を教えてください。好きな有名人、はい、みんなからどうぞ。はい、石原さとみさんです。いいね。はい、土屋太鳳ちゃんと林芽衣ちゃん。ああ、芽衣ちゃんね。次、誰やったっけ。おい、GU のイメージモデル、あ、中条あやみさん。中条あやみさんとめっちゃ好きって言った。そう、中条あやみさんです。めっちゃ好き、はい、本当に。はい、長野芽衣ちゃんと今田美桜ちゃんと小脇田真由子さんです。待って、あれは白石さん。言ってない、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 言ってない。白石真由さんです。TWICE 東方大好き愛理さんからです。はい、TWICE のね、質問がものすごく多かったんですけど、まあこの子が代表として答えていきましょう。はい、ティアラチャンネルさんへ6000人突破おめでとう。ありがとうございます。質問です。 TWICE の中で誰が好きですか？はい、はい、ジョンヨンさんです。あ、ジョンヨンさんとサナちゃんとツイさんとミナちゃんと全員好きけど一番がジョンヨンさん。はい、ナヒョンさんです。はい、みんな好きだけどモモさん、うん、はい、アリサちゃんと同じでモモちゃんが好きです。やっぱでも全員可愛いよね。全員、ミナちゃんとさ、サナちゃんとさ、ミナ、うん、ちゃんとサナちゃんとモモちゃんってさ、日本人なのにさ、そうそうそう、めっちゃさ、可愛いと、韓国系の顔、可愛い。はい、TWICE の曲で何が好きですか？はい、はい、じゃあこっちから。キャンディーポップです、うん、はい、キャンディーポップとやっぱり一番 TT。 あー、ね、TT が結構大ブレイクした。はい、どうぞ。まあ、キャンディーポップさん、あ、キャンディーポップさんキャンディーポップと、それキャンディーポップとライキが好き。じゃあ、リナちゃん。はい、リナもキャンディーポップです。ん、リナ、ん、リナもキャンディーポップです。でも最近ね、俺もトワイスちょっと好きなの、ね、あれ、これ可愛いゲームこれ。そうそうそう、編集とかしてる時にこう BGM 欲しいなってなった時、めっちゃ可愛い。トワイス、うん、ピンクピンクさん、お、よく買う服のお店は、はい、はい、じゃあこちらへ行こう。はい、ピンクラテさんです。ジェニーさんです。最近は、あ、前まではアルジーさん買ってました。で、今は、今はレペピさん。あ、結構大人のね。ユナはピンクラテです。はい、人気よね、うん、これ面白い質問かも。はい、はい、ルッチャンネルルイルイちゃんかな、うん、みんなの上履きの色を教えて、大好きです。はい、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 で、順番にこう。ピンク、赤、青、揃った。ピンク、赤、青、レンジャーみたいに。名前は赤やりた。はい、最後の質問です。はい、ねねちゃん、お、6000人おめでとう。ありがとう。質問です。50メートル走何秒ですか？言いたくない。言いたくない。ちょっと、ピンピンピン。持っていいですか？持ったらダメ。覚えてないかも。ああ、何秒？私8秒です。10秒か11秒。うん、まあ、10秒なんか。はい、10秒6、あ、違う。10秒54。細か。はい、10秒10秒。
10秒ちょい。みんなだったら2回走るよ。女子やっぱ8秒が早いけど、あのね、苦い。去年はあれやってたって9秒なんか、ティアラチャンネルということで、今回は質問コーナーに対するコメント返しをしました。いつもコメントをしてくださってありがとうございます。そしてこれからもコメントたくさんお待ちしてます。それではまたねー。